ミタン大ムカフェオーレおはようございますもう寝ますよおやすみなさいすか夜勤からのす今帰りの電車でごす今帰りなんだマイクおはようございますあはサバパンってことかなこれ 文字おはようございますおはようまさかのさささささっきぶりだね <laughs> なんかついさっき夜配信してた <laughs> おはようなんかさっき夜の配信してたの一時間前ぐらいな感じ でも六時間前ぐらいなんだよな。まお,おはけいさん早いね。早い。今日は水パパ寝落ちします。あ、まあ寝落ちできるのか。のびおはささ、けいちゃんおはよう。夜勤明けでのおもちくんお疲れ。 夜勤。夜勤の皆様お疲れ様でございました。これからお仕事のみんな頑張ろうな。プも朝配信だ。よし、夜勤明けあ、13時起き、もう起きる時間も決まってんだ。もうそういう風に体がなってんのかな。たかっぺ。笑顔。ちょっとラジオだから。 伝わんないけど来 <laughs> るとおはようああ地震ねそうみんな大丈夫だった地震そうさっきさ昨夜さ昨夜っていうのかな2時頃も地震あってそれでさっき6時 6時45分ぐらいだっけもう自信あって最近自信あってびっくりだよねんああそう寝たのかなーって思ったいいね着てたから寝る前に配信ありがとうございます今日も6時間寝れそうにないか今日早めに起きるんだ ねろ、おはよう。のび、さささんはちゃんと寝れてないんですよ。そう。困ったことに。寝たいんだけどね。ふりきち、おはーい。ーちゃん、さささんの夢。おー、見れた、すごい。ねめちゃん、おはよう。 24時20分から配信だったから7時間ぶりですねでも1時1時40分ぐらいまで配信したっけ確か1時45ぐらいまで配信してた気がするから最後まで見てた人は多分何 計算だけ5時間半ちょっとぶり <laughs> 最初の方で寝落ちちゃった人は7時間ぶりペカトマルおはようよしと今日は服見に行って0秒レモンサワーかゼ0秒レモンサワーなんじゃ 朝からササちゃんありがとういえいえどういたしましてすごいちょっとお腹ぐるぐるいってる <laughs> お腹かゴロゴロいってるんですがちょっと気にはしないでくださいささんの夢とささんとまさんが横でコラボ配信でしたいこの前ねあのまのショルムに電話出演してたけど。 おはようカフェオレ最近自信多いですねえ、ね、本当に大きいのえって言ってもさっきの山梨が震度5弱でしょ結構だね山梨は心配この前茨城で昨日っていうか昨夜と今朝が山梨あたり。 チロさおはささサウザンドクラブ <laughs> ささサンザンドさんざんそう今日は横浜サウザンドクラブライブです17時15分から17時35分ちょっとお早めの時間なんですけどみんな来れる方お待ちしてますどなたがいらっしゃるかな でも一睡もそうできてない。見たねないと怒られる。誰に？稲垣純テまた名前変わってる。おはささ。松順じゃなくなったの。あこちゃんさあちゃんおはよう。あこちゃん来れた配信よかったー。おはよう。<laughs> あたこと、ケイちゃんあ起床スピード早すぎ速度制限なんてあら気象スピードというかなんというかこれは睡眠警察に捕まっちゃうな睡眠警察夜だけだと思ったら朝もいるのかおパンダさんだ外のパンダさん ささ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 ハロープリマ2時ちょっと前までね配信してたササさんはやはりうんどっちも好きご飯もパンも最近はオートミールえ最近は豆もやしかなちゃんと寝れてる なんか最近ちょっとね生活がちょっとおかしいことになってるディセンディーはあそうだねディセンディになったねジュンディ <laughs> すごいね6月からジュンディジュライディーオーガスティって続いて <laughs> ついにディセンディーまで来たねあこちゃん最近配信行けなくて悲しんでたところだったかねそうだよね昨日夜いるかなーと思ったけど なかったから今日の朝にかけてみたうきうきあこちゃんやったお腹めちゃぐるぐるいってるいや、席にレモンサワー入れるサーバーあへえ。すごいなでもレモンサワー限定レモンサワー好きにはたまんないな あこちゃん一生すれ違い続けるかと思ったおおやっと会えたねゆる信にもいらっしゃった方々眠れましたかねねえゆるにいらっしゃった方々どうですか震度5まで行くと大きいなって感じするよね大きいのねなんか震度5から一気にまあ震度4でも結構揺れるんだけど 震度5から一気に大きいな感があるよねサウザンドササ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 ンド昨日昨日はレッスン着ですね <laughs> 昨日はレッスンだけだったから <laughs> 一昨日は一昨日はポップ衣装見たもちろんあの方んですよジュ医ちゃん リマ一睡もしてないの心配ねえお前も心配 <laughs> 一言 <laughs> 12月限定で稲垣潤一からもう文字ってますえ稲垣潤一稲,が稲垣ん稲垣潤一って誰だっけえあの選手 もみんなごっちゃになってるあれは稲川淳二さんかクリスマスキャロルキャロルクリマスキャロスけいちゃん寝てないのかあもう逮捕されたごめんみんな逮捕されるからちょっと現行犯逮捕で配信終了だわ うヘアピンをバッテンにしてるのはいくて好きあねいつもさヘアピンする時絶対バッテンなんだけどさ一個だけすると絶対取れちゃうからなんか髪の毛アシンメトリーで片っぽだけめっちゃ耳にかけてるバージョン このかん髪型みたいに。の時はね、バッテンが2個に増える。よく。<laughs> 眠れてないのか、そうなんだよなでもそのまま朝配信しようと思って。朝起きてるみんなと話せる。ね愛知県のユーチューバーさんが新潟のフライト フライトって飛行機と名物紹介してたおお新潟名物なんじゃ <laughs> 笹川サマまコマちゃん配信さっちゃんちのあ、鍵開けねそう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 よしさ注文したら他も頼めるけど焼肉なんだ 肉、酒、じゃん, <laughs> ゃん。私はこれから抜歯なのです。わあ。痛い、あ、でも麻酔。麻酔か。つらび。頑張れ。<laughs> うん。正解、正解した。さあささ。やっと震度五来た時、ベッドで寝てて、上からマン。 顔面に大量に落ちてきたのにええー、起きなかったえそれは起きてから気づいたってこと危なえそれ震度もし6とか7とか来たら本棚倒れてこん大丈夫ケンさん今週最後のお仕事じゃないお仕事ねお仕事そう今日はフライデー

そなれるように頑張ります。安典だ。ここでお知らせ。今日横浜ライブあるより。今日。<laughs> すごい様子。今日の横浜サンサンとクラブライブ。えっと、あっえー、十三時半まで前売り券買えるので。来れる方、ぜひお待ちしてます。久々に。久々にやるのかな。笹川が出てなかっただけかな。 でも久々にやるような感じもする曲もありますフライトパラグライダーパラグライダーしたいパラグライダーするの夢空飛ぶの夢みたいいつもの苦戦なのか34時間したら起きちゃう。 ね、本当は6時間ぐらい寝ないとねでも長すぎてもあんまりよくないんでしょ睡眠って <laughs> 諸説あるけど667時間6時間ぐらい67時間がちょうどいいみたいな言うよねやっと夢の中で漫画が落ちてきたなーって思ってて起きたら 周りに漫画がえっ単語部できるほどめっちゃじゃんめっちゃ痛いやんそれ <laughs> なかなか単語部できなくない単語部っていう単語すらもう久々に聞いたジェンディーササ単語バスセンターのかね石油博物館パンダブスおーそれ結構いい紹介してくれたんだねありがとうございます新潟を。 やすのりあさ、あささがわさんあささがわあささおはようございますささがわだんごてるじさんなこちゃん、さちゃんにあいてなあ,あこちゃんにあいてえあいてえふふふ ちょっとの期間がすごい長く感じる。プリマ、昨日寝すぎた。何時間寝たの昨日、あなた。白状しなさい。ジュジュだ。おはよう。今日も餃子カレー食べてるね。ツイット見てるよ。サマス、空いてサマスも。空いてになった。 みんな6時間寝てって言われたの、ね、だから約束守らないったやけどえー、すごい従順じゃん従順従順合ってるすごいおなかぐるぐるよプリマ昨日5時に寝て2二え十17時間睡眠え 逆にようそんな寝れた、ね、すごくないえ何回か起きたの逆にすごすぎるそれは。って明るくなる頃寝て起きたら暗いんでしょうでもたまにさなんかおかしくなる時あるなんか分かんなくなる「あやばい、ね、寝すぎた今何時?」みたいな。 えっとさすがに漫画は他のとこにどけたんうん正解今起きてないのすごーそれまあ、そうだねまるまる一日 <laughs> よっぽど疲れちゃったんだねお疲れ様だねたらまるおはようあアラーム鳴ったの うね自信あると起きちゃうよね結構えっそう40時間くらい寝てなくて1日半くらい夜寝たら全く同じ時間の次の日えー、え二24時間寝たってことそれは みんなななすごいななんか何回か起きちゃうわどうやってもあサイコパーソーラー先輩まだ寝てなかったのまだ、ね、寝れてなかった <laughs> 夜が続いてる笹川えっとロング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 ソーロングロングロングスリーパーだねそれ。 <laughs> 24時間すごいワンデースリーパーみた樹里ちゃんの言うことは絶対なので <laughs> 親の言うことよりもジュリちゃんの言うこと聞くジュリちゃんの犬になったんだね <laughs> あこちゃんっちゃんも寝なきゃだよね 寝れたらいいんだけど <laughs> 夜の住人だからね夜の住人夜の住人だし朝の住人でもある昼はね住人じゃない昼はなんかベロンってしてる ですと俺の才能が睡眠に全振りしたから <laughs> どこにどこに能力全振りしてるのパラメータただまだ寝と振り寝と振り見てない寝と振り契約してない僕もジュリちゃんに言われた通りサイコパスオーラーになりましたみんなジュリちゃんの犬,犬ってことだねみんなジュリちゃんに飼われてるんだね わし樹里ちゃんの犬なのかみんな樹里ちゃんの言うことを聞くワンちゃんってことだねプリマ今日はもう寝れないのうん寝れはするフフねえちょっとミート流しといて大丈夫じゃあ流しそうめんにしちゃおうさあ <laughs> 流しそうめんしたいな 笹ササさんの犬になったらどうなりますササさんの犬になったら犬同士いや犬じゃないけどね笹ササが笹ササ丸ちゃんもママの犬あママってママってメルのことかフォルダに入れられてたしリスト <laughs> なんかね犬リストに入れられてるんだよねおかしいなさっちゃんワンちゃんかわいいさっちゃんワンちゃんってすごい語呂がいいさっちゃんワンちゃんさっちゃんワンちゃんあんこちゃんプリマ少しでも寝ておくれ頑張って目を閉じて眠るはいしめたらとか言って寝すぎたらどうしよう さ沙ちゃんも犬犬じゃない沙ちゃん人間沙ちゃんまだ人間みて樹里ちゃんに飼われるなら本もはあじゃあ言っとくねジュリちゃんのペットだってペットになったよって今伝えとくみなみんだおはよう 今起きた。おはようございます。7時43分7時43分。リスト葵ちゃんは猫リストそう。まあ、葵ちゃん、葵はね。確かに葵ちゃんに会って言ってるから。まあね！葵は自らきっと猫だと認めてます。笹川はいい犬好きだけど。 笹川は犬じゃないな。笹さんの犬子犬。<laughs> あ、笹川。母犬。南、まだ目が開きません。じゃあ、閉じてましょう。しばらく閉じてたら。きっといつか開く日が、開く時が来るよ。 さちゃんと奈々ちゃんって姉妹ですかあ名古,屋の名古屋の名古屋の名金に立ってる奈々ちゃんそう奈々ちゃんはねいとこ <laughs> 見た今日伝えるのね見た獣医ちゃんのペットになったってだからペットにかくさげ格下げなのかな <laughs> 笹の声癒しすぎて「う無,無理ーって言われちゃった「無理ー無理じゃない」「リ里笹の犬になりたい」あ「あ二人で飼うね」じゃ三回回ってワン笹丸ちゃんもワンしてください <laughs> さあ葵ちゃんにゃについてちょっとさっちゃんワンはしんどいな。 ハッシュタグさっちゃんワンちょっとワイは自分でちょっとそれやるなしんどいなあおいはさかわいいからいいけどみなみやっぱり好きだ眠いやっぱ眠いね眠いね いいだけど眠いね昨日車のオートマー限定解除のテストあったんだけど落ちてしまってあらーかなりの落ち込み大丈夫何十回落ちてる人もいるらしいからこの世にはいつかできるさままたね見たペットの方あペットの方が嬉しいじゃあペットだそれは。 いいとこに会えるといいね <laughs> いとこで納得してくれたプリもさっちゃんの犬に慣れてるああやばいやばい笹川の犬増えてく飼い犬が二度目ましてえ近頃できるのどこで来れるんだろうみたいなジュリ笹が飼いなしよーしお手。 待て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 あループしてないよ <laughs> 配信ループしてるわけじゃないですよただ「待て」は3回言った「待て」ずっと「待て」社長 <laughs> 紗ちゃんは誰か代わりに使っといてください「ハッシュタ笹川の代わりに」「あこちゃん明日みっちゃん退院するからああそう誕生したんだよねおめでとうございますみっちゃん頑張ったお疲れ様でしたお出産お祝いだ」 甥子くんおいこくん名前何かなえっちと笹さんの犬大量発生やばいやばい笹川一人で帰るかなちょっとでもそんな道端に捨てることはしたくないしなみんな飼わなきゃお金稼がなきゃえつのり笹川家新州 発見されましただいぶ人間に近い犬らしいサミーおはようちんで8時出勤なんでおっえっえっこの時間に家出と間に合うの近トムササさんって実はちょっと恥ずかしがりやちょっと <laughs> かなうん だいぶだと思うけど、<laughs> あの慣れてくると距離感近くなってくると急にツンになったりします。ツン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 ,ツンって感じ。そうじゃんマキマさんマキマさんの犬。 南頑張るよマニュアル難しいマニュアルね難しいって言うよねお前も絶対覚えらんないなガチャってやってガチャってやってガチャってやってガチャガチャガチャってやって大変そう赤信号待て待てそれは待て見ためっちゃ待てされる待て まだ得点待ってて <laughs> すのりハートくれてるありがとう写真変えようちょっと横浜イルミってるけどあんまりイルミネーションが伝わらないちょっと待てちゃ出 <laughs> たちょっと待てちゃう まあ、てつおいしいけど最近見ないな実は乃木んの時おたともからいろいろあってワンワンってやっぱええー、やっぱ見た犬じゃんそれはワンワン犬になりたいさささんのチェンソーマン <laughs> チェンソーマン早く見たいな サクヨあっさちゃんださちゃんおいこくんのことさちゃんって呼ぶさ <laughs> ちゃん職場まで4キロえ間に合うん間に合うのかなあ間に合うのかささ丸川さんえご送信 <laughs> おたけん アイりだったら容赦なくさぽい <laughs> <ポイ> <laughs> でそう言ってなんだかんだ優しそうピノちゃんも飼ってるしきっとピノちゃんと一緒のケージに入ることだろうよみんな明日明日は違う現場おどこ行くんだよシカちゃんおはよう カベおはよう。この前ありがとう。ござい。おはよう。なポぽうすけ、あなた、私、おはようなの。あお互い、おはようなのよ。かわいいわね。あなたも私も、おはよう。安野龍ちゃん、犬によく吠えられるので、猫になります。え、どういうこと笹川猫。 淡いも気まぐれすごいめちゃ気分嫌だと思うきっと太陽の待てちゃあったあパンチを久々に食べたい <laughs> 全然関係ない待てちゃ最近ルイボスティにもハマってるルイボスティおいしい カーベ今日も一日ファイトですがんばろう見たこれからワンワンって呼んでくださいワン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 だとちょっと他の人もいるんだよな <laughs> 見たワン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 見たピノちゃんをしめピノちゃんめっちゃ可愛いよねあそっかうさちゃん ーちゃんマンチェスターシティファンさん初めまして初見さんだバンザイジャパンというグループで活動している新潟生まれ新潟育ちの新潟県の伝道師笹川笹といいますよろしくお願いしますカーベッ 仕事いっ,ってらっしゃーいあこの時間占いとかやってるかなおい今日のワンコやってたかわいいシカちゃんええ、さっき那覇の那覇の気を見たら最高22だったよえでもあれか 最低気温が低いのか<わ>あ話してたら眠れそうかもそろそろ配信終えようかなやっさ「心斎橋サンホール」おお誰見に行くんややっぱあと1週間で会えるわね夢の中みたいだから会社行ってるけど。 寝ることにするわね寝とけ寝とけ今のうちにいっぱい寝とけ伸び伸びワンワンだもんね犬飼いで待ってるよ犬どんどん増えていくな <laughs> 犬ばっかりじゃないこの配信なこちゃん今んところさくちゃんおしまい人もさっちゃんいたらうんそれはそう、ね、<laughs> おいこくんもおしまい 朔ちゃんさくちゃんさくちゃんさちゃんルイ・ボスティー集中どこか一日二日2本飲んでるサイコパスホラー先輩ウサギ会なんでね真剣取られたの誰にウサギ会ウサギ会先輩 笹川さん、そう最近ねルイボスティー飲んであ美おいしいなってなったニューデイズがね100円で売ってて安いんですよ見た何やったら犬ってそれはそれはちょっとどうなんだろううわ会社着きましたあと4分で修業かくちゃんおはようございますまこちゃんおはよう 間に合った。ギり間に合った。もう終わろうとしてた。そろそろ。しかちゃん寝てないのよ。そう。準備仕事前にささパワーパワー,パワー筋肉。<laughs> あいこちゃんありがとう。生き返ったよかった蘇生術。 ライブ頑張ってくるよ。プリマありがとうございました。ジェンディありがとう。プリマワン。<laughs> 犬増えたな。ヤギから犬になった。ガクちゃんおつささ。シカちゃんおつささ。一郎ち,ちゃんお疲れ様でした。ありがとう。トムお疲れでーす。 慣れると何も思わなくなる。ワンコ。ねすと、11月10日、カンナギさん同じライブにいた方。おやすみ。そうゃ今日も応援します。ありがとう。まこちゃん、ありがとう。鳥まじりささが飼い主なんでよろしくです。頑張って、飼うね。 リそうあなたアイコンヤギなのよあでもアイコンアイコンなんだろう大型犬だったら癒されるかもゴールデンレトリバーかサモエドかシベリアンハスキーか柴犬か何がいいかなちゃうちゃう まあモフモフ系のワンコだったら何でもいいや <laughs> 何でも好きだからワンコまあおはよう滑り込み成功イエー。メロさ大好きだよお疲れ様でした今日もいい日にいい日おつささでしたのびみーたーん いやあマイクお疲れ様でしたあいこい変更しません <laughs> やったあ <laughs> った方はお疲れ様でしたあ今日の一位は魚座だって魚座の人いい刺激をくれる仲間に出会えそう <laughs> 目覚ましうらない見てます2位カニ座 3位さそり座4位乙女座5位おいし座6位ヤギ座7位イテ座おいし座8位が揉め事に巻き込まれる人の問題に口挟まないで分かったそれ以下の方はショック受けちゃうかもだから読まないね ピトリの毛布けいちゃんおつ後でそうだ会える雨太しような <laughs> あ、ながちゃんも来てくれたおはようけいけこんちゃでももう終わるんだ終わるねありがとう